配信不動産情報。どうもベトナム住みます芸人 WC です。よろしくお願いします。さあ本日紹介していただくのはこちらです。スギちゃん。はい、よろしくお願いします。安いだろうでおなじみのスギちゃんでございますよ。さあ本日紹介していただくのはどこでしょうか。7区リッチレーンとオークンドをご紹介します。久々に長く来ましたね。そうですね。ここはどんなエリアなんですか。日本人学校だったりインターナショナルスクールの多い住宅街エリアです。日本人の方ではファミリー層が主に住まれている住宅エリアです。リッチレーンはコンドミニアムタイプ、オークウッドはサービスアパートメントタイプ。なるほど。どちらも単身用のお部屋、ファミリータイプ向けのお部屋ございますが、うん、本日はリッチレーンは単身者用のお部屋を、次回、はい、オークウッドの方でファミリー向けのお部屋をご紹介します、はい、リッチレーンとオークウッドは同じ場所にあるんですが、はい、どちらに住まれてもここに到着する日本人学校のバスというのはご利用いただけます。めちゃくちゃいいっすね、はい、それがあるなしでファミリーの方とかね選んだりしますか。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、真っ白でめっちゃ綺麗で、なんか入ってすぐ気づいたんですけど、はい、天井が高い。高くないですか。高いですね。めっちゃ高っ。すごい、もうすごい気づきましたから、はい、いや、あの空間の広さをめっちゃ感じたんですよ、はい、いきなり入ってすぐにすごいこう、まあ奥行きもありますけど、はい、なんかすごい広いなと思ったら、はい、通路より高いですよね。はい、そう思います。頑張ってみましょうか。何メートルでしょうか。これは3メートル15センチ。おお、めっちゃ高い。ババ2人いても大丈夫ってことですね。ジャイアンとかババ2人だと届いちゃいません。2人はダメです。そこだけ注意。ここワンベッドルームのタイプですもんね。そうです。冷蔵庫ももうワンベッドルームにしたら大きいですし、で収納もあって、キッチンもね広く取ってます。で2口がありまして、これなんですか。オーブンです。これオーブンなんだ。そして電子レンジもあります。後でご用意いたします。もうだからリビングですよね。もうつながってるというか、玄関からこうリビングまで一直線つながってますから、はい、ここにも収納あります。で上もありますし、でアイロン台もありますと。洗濯機がこの完全室内というのも、はい、結構ベトナム珍しいですよね。珍しいですね。ベランダとかそのちょっとしたバルコニーに置いてあることはありますけど、こういう室内に完全に置いてあることによって外に出らずにここで済ますことができるという。ちなみにこちらは乾燥機能がついています。窓ありますよ。この横に窓があるのってあんまりないですよね。ここでも空気の入れ替えできますという。ベトナムだとワンベッドルームの部屋って中部屋であることが多いんですね、はい、なので角部屋ではないので横の側面に窓がないお部屋が多いです。玄関です。さあそしてこちらテレビだったりくつろぐリビングですね、はい、ソファ払っときます。払ってみましょうか。全世界80億人のソファーファン届けるぞ。せーいやですね、何してる、まあ、こんな感じで広いです。結構広かったですね、はい、ワンベッドルームとかってもうちょっと狭いですよね、ソファ、はい、でもこれも3人いけますよ。中川さん、はい、こちらのソファ一緒に使ってみてくつろげるという、はい、なんかめっちゃ高級感ある。でソファも革だからすごい高級感ありますね座り心地はどうですか。めっちゃいいです。沈み込みすぎないとか腰にも優しい。でテレビもちょうどいいところにある。もうちょっと低めにあるテレビとかもあるじゃん。でもここはね壁掛けタイプなので見やすい。さあそして窓も広いですね。じゃあ南向きの眺望です。ということは日が入ってきやすいという明るいお部屋の印象ということですよね。そして築年数の浅い物件だと最近よく出てきている、はい、こちらの複層ガラス、ちゃんとこれ着込めるっていうね、着れるってことですよね。その複層じゃない、洋服の話じゃない服装って二重になってるってことですか。そういうことです。なるほど、はい、今めっちゃ静かですもんね、はい、すごい外は雨降ってるんですけど全然あの雨の音聞こえないです。少し窓を開けた状態と比べてみましょう、はい、ピチャ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 、はい、聞こえない。マジで雨の音全然聞こえないっすわ。あなたたちは普通に喋ってる。もともと静かな住環境プラス複層ガラスですから、まあ、当然静かですね、はい、ではベッドルームはい、白を基調として綺麗ですね、はい、テレビも寝室にもあるとございます。これだってワンベッドルームってあんまりないですよね、テレビ2台って、はい、激安。そして最高
ベッドは広さは幅160センチ、クイーンサイズです。クイーンサイズ十分ですよ。ワンベッドルームでクイーンサイズもあれば、そしてここももちろん複層ガラスだから寝るときにすごく静か、めっちゃ静かだもん。本当無音です。もうめっちゃ静かなんで、もう寝るのも快適し、大きな収納もあります。めっちゃ広っ、奥行きもあるし、めっちゃ広い。一人では使いこなせないくらい。使いこなせるわ。使いこなせない。僕だったら。じゃあ、バスルーム。綺麗ですね。綺麗にしてございます。洗面台、トイレも、収納もありますし、シャワースペースも広いっすね。二人入れるぐらい。はい。ここってみます？そうですね。せーの。ほらめちゃくちゃ広い。メジャーで全然やってもらって大丈夫です。これが一番わかりやすいね。メジャーで測ると、はい、これが155あります。じゃあちょうど前一人分じゃん。いやもっとでかいよ。こっちは190やってんねでシャワーも二口というか、はい、上からのタイプとハンドで持てるタイプもありますし、はい、いいですね。ワンベッドルーム最高やん。リッチレン最高。おー、なるほど。ここさっきと雰囲気違いますね。そうです。形が全く違うお部屋ですね。靴箱ございます。ここもワンベッドルームですか？はい、ワンベッドルームです。ワンベッドルームで靴箱この広さこれだけ入ります。引き出しもあります。この天井高いですね。天井高いです。広く感じわー。そして我々が好きな線香花火が美しい。これで日本の夏感じれますからね。じゃあ、はい、キッチン、さっきの一列タイプと違ってこう二つに分かれた感じですね。広い。こっちの電熱式の二口ありますし、これもさっきと同じ、はい、オーブンです。炊飯器もあるんです。はい、電気沸かし器、電子レンジ、めちゃくちゃ揃ってる。限界です。これ揃ってますね。収納も広いと。バスルーム参りましょう。はい、こういった形なんですね。トイレこれなんすか？簡易洗浄便座です。じゃあそのウォシュレットみたいなのもついてると。はい、さすが。ここじゃ日本人のものなのことですか？そうです。だからやっぱこういうきめ細かい、なんかこう日本人が好みそうなものをちゃんと取り揃えているという、はい、シャワールームですね。こちら入ってみると十分な広さでございます。で2つありますからね。ここもシャワールームも完璧でございます。こちら洗濯機があります。ないじゃないですか。すいません。収納の匠です。無駄なくここのちょっと一見デッドスペースに見えるようなところにこういった洗濯機を置いて、乾燥をどうやってさせるの？乾燥機能がこちらもございます。なるほど、完璧。僕が困ったなと思ったこと解決すぐした。使い勝手いいですね。さっきのところとかベランダもなかったですもんね、干すスペースね、はい、こうやって乾燥機があると便利です。じゃあ行きましょう、はい、リビングの方。家具もねシンプルでいいですね。統一感もあってここも距離があるなって思ってます。リビングのね、リビングの距離測ってみます。はい、リビングのよくわかんない。こっちはね、さっきのレザーのタイプと違って布の感じで、これも沈み込みすぎない感じで、はい、で、さらにこの首止めところにね、これがあるっていうのがやっぱり心地いい。好きなんですよ。この部屋ベランダあるじゃないですか。こちらのタイプはございます。こちらがバルコニーでございます。バルコニーもあるんだ。複層ガラスだからやっぱ外の全然知らなかったですよ、中にいると、はい、大型ショッピングモールのビボシティです。めっちゃ近っ。ここだって飲食店も、はい、クヤとかもめっちゃ入ってるわけですもんね、はい、最近ユニクロさんがご入居されました。この周辺だけでこと住む感じですよね。はい、ベッドルームでさっきとタイプ違って結構ね広いんですよ、このスペースが。平米数的にもやっぱ広いですか？あ、そうです。先ほどの部屋が約45平米、はい、こちらの部屋が53平米。あ、やっぱまあ広く感じますね。それはね、ベッドの隣にこういったそういうソファ本読んだりとかできますもんね。こういった広い空間もあると。ベッドはクイーンサイズのベッドです。もう十分な広さですよ。で収納も広いと。これはね、また奥行きがある。僕は使いこなせないです、こんな広さ。十分な広さ。すごい可愛い電気、なんか未来に行けそうですね。可愛い。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。いいんですか、そんな乗っちゃって。めちゃくちゃノリノリで言ってた。はい、いつものことですよ。当てますよ。今回は2件当てるってことです。はい、最初のが45平米、こちらが53平米。ホーチミン市7区中心地までタクシーで20分ぐらい。ただ隣にはビボシティもあって、飲食店も充実してて、で日本人学校も近いという。日本人学校に通う方が多いから、このコンドミニアム内で結構遊びに行ったりとかもしやすい。1つ目のお部屋おいくらだと思いますか？1つ目は750ドル。では2つ目のこちらのお部屋は800にしておきます。
はい、すみません。じゃあ一つ目から。はい。一つ目どうぞ。$600です。よし。めっちゃ安い。そして二つ目は。はい。$750です。 あれ俺当たってる？あ、違う、当たってないか。で、750と800にしてんのか。うわー、1個目が600で、ここが750。一般的に言って安いです、これは。当てたかった。今日お見せした2部屋なんですよ、はい、どちらもオーナーさんが日本人の方でいらっしゃいます。ですので追加価格などですね、ご要望がございましたら、はい、気軽にお問い合わせいただければ、ご相談に乗っていただけるということでお話伺っています。なるほど。電気代とか水道代とかも込み込みのプランにしたりとかもできますか？あ、おっしゃる通りでございます。フレキシブルに対応はしてくださるという、めちゃくちゃいいっすね。皆さんもぜひ立地で見に来て決めちゃってください。そして他にも柳崎さんたくさん不動産情報ございますので、下の方からリンク飛んでみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。